皆さんこんにちは、大川祐介です。今日はですね、 DJI から待ちに待った新製品が登場したということで、先行レビューをしたいなと思っております。それも DJI のアクション4になります。はい、てなわけでですね、実は僕もう本当に大ニュースなんですけれども、ようやくね、本当に長年お世話になってきた DJI さんの中国本社にお招きいただき、実際に Vlog 撮ってきました。そちらも皆さん合わせてご覧いただけたらと思うんですけれども、今回ようやく DJI から、まあアクション1、アクション2、そしてアクション3からのこの4作品目と、4作品っていうのはおかしいけれども、4製品目ということで、まあ今回はですね、このアクション4がどれだけアップデートしたのかっていうのを、なるべくね、簡潔に皆さんにお話できたらなと思っております。まあね、もう4まで来てるってことなんで、どこまで前回からのアップデートがあるのかで、3を持ってる方が4を買うべきなのかっていうところも含めてね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。それでは行きましょう。はい、でやっぱりね、正直ね、もう皆さん、DJI さんもね、いろんな製品出してるので、まあマイナーアップデートじゃないかという方ももちろんいると思うし、それはね、捉え方人それぞれだと思うんですけれども、僕的にはしっかりとしたアップデートがあると認識しています。それは動画クリエイターの僕が実際に撮影をして、あ、これは大きな変化だなと感じたものをしっかりとお伝えしたいなと思っております。なんといってもその一つとしては映像美にあると思っています。今回はですね、センサーサイズが 1.3 分の1インチになったということで、まあ、映像の重要核であるこの心臓部分が少し大きくなったと。そうすることで、より多くの光を取り込んで、より色鮮やかな情報量がしっかりとこのコンパクトのカメラに収めることができたんですね。で、わかりやすいのがこの 10bit D-log 撮影だと思います。まあアクションカメラって結構撮って出し、すぐ撮ってすぐシェアしたいっていうニーズがあったりするから、まあスタンダードで撮ることが多いんだけれども、今回ね、 10bit で D-log の設定が撮れるということで、僕アクション3とアクション4のこの比較したんだけれども、やっぱね、全然ね、色の入り方が違かったんですよね。ここはね、もう正直素材を見た感じ、これはね、劇的なアップデートだなと思いました。これだと、まあ、アクションカメラってやっぱり一眼ミラーレスと兼用して使うと、やっぱり素材が劣ってしまうっていう、まあ、その課題感で絶対あったんだけど、それが、まあ、もちろんね、やっぱ一眼ミラーレスとこのアクションカメラって全然違うんだけど、 D-log 10bit が使えるってことなんで、限りなく色味とか、あんまりその映像のムラが発生しないような表現ができるんじゃないかなと、今回このアクション4を使って感じました。はい、でアクションカメラっていうことなんで、色味だけじゃないですよね。いろんなさまざまなシーンに適応した手ぶれ補正がものすごく大事ですと。で、今まではロックスタディっていう、まあ、そういう、ね、手ぶれ補正機能が搭載されていたんだけれども、そっからもう一歩アップデートしたロックスタディプラスロックステディプラスっていうものが出たんですね。で、このホライゾンっていう、まあ、水平を維持するっていう機能もアップデートしていまして、まあ、何よりもこのね、ロックステディプラスがものすごい。もちろん手ぶれ補正をこの、まあ、強、いわゆる強ですよね、強くすると画角っていうものは狭まってしまうんだけれども、滑らかさっていうものの、まあ、境地にあると僕は思っています。まあ、これはね、他社製のアクションカメラとしっかり比較をね、また今度したいなと思うんだけれども、まあ、このアクション4に限っては3との大きな違いで言うと、まあ、1つ目にお話した映像美っていうものと、2つ目は手ぶれ補正力ですね。大幅なアップデートがあります。なので今回はね、僕、まあブログも撮ったんだけれども、こうやって胸に取り付けて撮影するシーンも多かったりとか、ちょっと走ったりするシーンがあったんだけれども、ロックステディプラスを、まあ、使えば、基本的に揺れなく、すべての世界が滑らかにね、収めることができるので、おすすめの機能となっております。僕としてはこの DJI のアクション4の、まあ評価したい一つの要素が、まあ UI が直感的なんですよね。結構このアクションカメラって、4K120 とかで撮ったら画角がクロップされちゃうとか、なんか超広角撮れませんとか、そういうトレードオフが多い印象があるんですよ。それはもちろん手ぶれ補正を強く効かせるときっていうのは、フレームレート
スローモーションにする、まあ、強弱がちょっとね弱まったりとか、そういうものが多い印象なんだけど、 DJ は本当に至ってシンプル。手ブレ補正もロックステディかロックステディプラス、まあ、ないしは水平を維持するっていう、まあ、3つのものだけだし、基本的には 4K120fps で全部撮れるというところが、僕が最もとりあえず 4K120 で撮っとこうっていう、まあ、観点になりやすいので、まあ、クリエイター的にはちょっとね、シンプルで使いやすいのかなと思いました。もちろん 4K120fps でハイパースローモーションにしても映像はかなり綺麗です。次にですね、やっぱりこのちゃんとアクション4ということなんで、映像美だけじゃないアップデートもあります。それはバッテリーの持ち時間ですね。最大160分まで持ちます。なので僕は今回普通に撮影していて切れることはありませんでした。で、本当に切れたとしても、こういう風にね、まあ、タイプ C でモバイルバッテリーも持ってる人めっちゃ多いと思うんだけれども、それで充電すればすぐ溜まるので、即座に撮影もできますし、バッテリーが3つ入っているこのチャージャーもセットになっているので、まあ、それも活用すると基本的にね、これバッテリーがなくなるっていう失敗は絶対ありません。なのでこれもセットで持っとくといいかもですね。で、こちら単体で防水18メートルまで可能になっています。まあ僕で18メートルまで潜ることってあんまないんだけど、ダイビングライセンス持ってる身からすると、オープンウォーターだっけな、最初のライセンスで18メートル潜れると思うんだけど、それでも OK っていう水準だが、怖いと思います。全然僕は入れない方がいいと思う。っていうのはね、結構、簡易的にこれ開くんですよ。バッテリーが。簡易的に開くから、ちょっとね、怖い。水入ってくんじゃないかなっていう怖さが素人ながらある。けど一応18メートルまで OK。で、もちろんね、フロントも背面側も両方タッチディスプレイになっています。これはやっぱブログ、自分を撮ってる時に自分たちを可視化しやすいので、ものすごく大事な機能になっています。これは、まあ、アクション3でもあった機能ですね。で、基本的にこのマグネットエコシステムになっているので、こういうふうにケースをつけなくてもマウントされますと。マグネットでワンタッチで取り外せるからかなり良いです。ただ若干ね、このアクション2の時のなんかこの取り付けやすさと3、4の取り付けやすさってぶっちゃけ変わってるんですよね。これはもう正直なところ変わってます。本当に2ほど直感的につけれない、ちょっと押し込まなきゃいけない。で、これ DJI の人に聞くと、よりね、強度、まあ誤って落ちないっていうこの危険性を回避するために、まあ、しっかりとこのロックされてるらしいんですけれども、若干なんかね、シームレスにマグネットなのでカチャっていけるかと思ったら、まあ、ちょっとね、ちょっとだけ工夫をしなきゃいけないかなと思っています。まあ、こういうふうにこの専用のケージがあるのでですね、これを装着するとですね、こういうふうに横側でつけることもできるし、はい、バーティカルマウントになってます。縦も対応してるので、まあ、TikTok とかリールズ今流行ってると思うんですけれども、こういうシーンにも、まあ、ストレートに効いてきますと。で、こういう風にマグネットを取り付けるためのこのネジとかもすごくね、持ちやすい仕様になってるから、あんまり手が痛いっていうこともないですよね。そういった観点ではすごくいいなと思っています。というのがこちらアクション4のレビューとなっております。基本的にはね、シンプルなアップデートにはなってるんですけれども、やっぱりこの毎回ね、 DJI さんがこの1年間かけてアクション4のために開発してるわけですよ。ものすごいその資金と人を投下してね。なのでやっぱり普通のアップデートではないですよね。明らかにこの動画クリエイターにとっても、まあ、未経験の方にとっても使ってみたいって思えるような、まあすごくね、嬉しい起動だったんじゃないかなと思っております。で、まあ、8月になってるということで、まあ実はですね、僕 DJI の本社深圳にですね、お招きいただきました。その時の Vlog もね、いろいろ載っけてますので、ぜひ皆さん合わせてご覧いただけたらなと思っております。はい、そんな感じで今日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。今日は DJI のアクション4のレビューでした。バイチャー。